4回自分を読む。名題難波です。今日は自分を読むという題で話をします。心医者の仕事は患者さんの心を読むことですが、それにはまず自分の方の自分の心を読まねばなりません。自分の心も知らないで他人の心を知ることなどできるはずはありません。まあそのことはわかるでしょう。とはいえ、どこまで知る必要があるか、どこまで自分を必要を知る必要があるか、それが問題です。自分の何もかも知らなくても知らなくてはいけないかといったらそうでありません。心医者は始められます。完璧に自分を知らないで患者さんを見るなんて無責任、そう思う人があるかもしれませんが、そんなことを心医者に要求しても無理です。そこは人間みな発展途上と考えてください。患者さんも発展途上ならば、医者の心医者の方も発展途上です。自分は未熟だと承知していれば、その謙虚さが条件ですけれども、患者さんを見ることを許してもらいたいんですね。そして患者さんの心を読みながら自分の心をさらに読んでいけばいいのです。そうしなければ心医者として上達もしません。精神分析の方では、まず教育分析、自分がまず精神分析を受けて患者さん側の体験をすることなんですが、それを受けてから、それから分析の臨床を始めます。確かにそれはいいやり方だとは思いますが、心医者は精神分析医ではありません。すべての心医者にそれを望むのは無理です。患者さんの心を読むのと同時進行で自分の心を読むように心がけていればいいのです。もちろん自分をよく知ってその上で患者さんの治療を始めるのが理想に違いませんが、どっちみち完全ということはありません。むしろ他人の心を読みながら自分の心にも新しい発見をする、そのつもりでいた方が下手に自信を持ってしまうよりずっとマシではないかと思います。まあ自分のことも知らないで人のことに口出しするななんて言われると、ぐーっと聞くきつい一発のような感じがしますけれど、まあ、それには忍耐力で耐えてください。で、女性からよくこう言われます。先生は女の気持ち全然わからないのね、なんて、そう言われたことが何度あるか分かりません。しかし残念ながら、まあ半分はそうなんですね。ですから、わからないんだと答えるのがいいか、バカにするな、俺だって女性の心ぐらいわかるさ、なんて強がる方がいいのか、まあどちらがいいとも言いません。ただ女性の気持ちがわからないなんてそう思う必要はないんです。わからずにこんな商売やっているのかなんて言われても、まあそんなに心配することはないです。どちらの言葉がむしろ相手に食い込めるか、私はわからないんだって言った方がいいのか、あるいは少しはわかるさと言った方がいいのか、私なんかはわからないと言った方が相手に食い込めるんじゃないかというふうに私は思うんですね。ただ男と女ってそんなに違うもんじゃないんです。みんな子供時代があります。そして女だって子供だったんだし、男だって子供だったんだし、そういう考えで言えば、まあ人間の半分は子供だったんですよね。みんな子供だったんだから、そういう意味で共通の子供としての記憶というものを持っている。まあだからそれをもとにすれば女性のことだってかなりわかると言えます。で、患者さんが子供時代を思い出して話しているときに、私たちも
心医者も自分の子供時代のことを思い出します。まあその時に女だって男だって子供時代はあるということなんですけれど、そして比較をするのです。同じような体験をしなかったか、していたら自分はその時どのようにその問題と向き合っていたのか、その体験が今の自分とどのようにつながっているのか、そう考えています。人間は大人になってしまうと自分が子供だった時のことは意外と忘れてしまっています。患者さんがなんて自分の自身のことを知らないのだろうと感じた時に、その時にもまた自分はどうだろうと考えてみることです。自分だって自分自身のことをなんて知らないのだろうと感じるはずです。患者さんが嘘で見栄でそれで表面を固めて、そして自分でもそれを本物と信じ込んでいる、そんな風に見える時があります。その時に自分はそうでないだろうか考えてみるんですね。誰でも自分のことを意外と知らないもんです。それは普通に生きていると自分の視点からだけで物を見ていて、相手の立場になって物を見ることをしないで生きるからです。まあ常識なんていう言葉に迷わされることもあります。しかも自分の見方は常識的であると思い込むと、これでもしかしたら自分だけが考えていることなんではなかろうかなんて疑いを持ちません。まあそのことは常識の話の時にまた話をすることになりますが、人間は常識に騙されることが非常に多いんですね。で心医者は診察を始めると患者さんと自分とそれを比較する、まずそれを比較すると言いました。それからさらに考えを発展させて、患者さんと自分と経験したことが同じならば、自分ばかりでなく、あるいは自分たち二人だけでなく、他の患者さんと自分と比較していきます。3人目、4人目、5人目と比較していきます。それがほとんどの患者さんに当てはまるか、自分にも当てはまるか、それともたった一人の患者さんだけの真実か、同じような病気の人間には共通しているのか、そんなふうに考えていくのです。しかしともかく比較する最初の人間が心医者本人ですから、どうしても自分を知らざるを得ないし、自分を読まざるを得ないんです。例えば僕は末っ子だったんですね。甘えん坊だった。それが兄弟に妬みを買ったり、嫉妬を買っているだ、嫉妬されているだなんていうことを自分は思ってもみなかったですね。ただひたすら母親に甘えていました。ただまあ甘えにもいいことはあるんです。それはまあ別のところで話す機会があるかもしれません。で私は患者さんのそういう末っ子の話を聞きながら、患者さんの行動を理解 しなければならないことがありました。アルコール依存の患者さんの中には末っ子の甘えん坊というのが結構いたんですね。で私は3人兄弟の末っ子で、自分は甘ったれだと兄弟から言われていました。自分ではそれほどだとは思っていなかったんですね。しかし末っ子の甘ったれのその患者さんと話を聞いているうちに、兄たちは私にうんと遠慮していたんだということが分かりました。
私がフランス人と結婚することになった、その時に母親がすんなりといいと認めてくれたもんだから、私自身は自分の母親は非常に進んだ考えを持っていて、そして理解が深いんだというふうに、そういうふうに解釈したんですね。まあそう解釈して悪いこともないんですけれど、ただ一方的にそう解釈していたんだけれど、後でどうもそうではない、母親はもっと自分とくっついていた、そういうことも分かったんですね。母親はなぜ私とフランス人との結婚を認めたのか、すんなりと認めたのか、実はもし認めなかったら私がフランスに行って住んでしまうんじゃないかって、それを心配してたんですね。私に逃げられるんじゃないか、私にどっかに行かれてしまうんじゃないかという心配で、母親がすんなりと認めた。つまり母親は私にべったりだったんだ。私からなかなか離れられないところがあった。そういう末っ子と親子のベトベトした関係というものが自分では理解できなかった。それを患者さんと話をしているうちにふっと気がついたんですね。また患者さんの行動を解釈することがあります。これはまあこういうことから起こした行動であろうだなんて解釈するんですけれど、解釈は単なる言葉での説明とは違います。解釈する本人が自分を裸にしていることなんですね。で、それを他人に見せることになります。ですからかなり勇気が必要になることなんです。精神分析の創設者のフロイトが偉いのは、自分を裸にする勇気を持っていた点にあります。例えば彼はヒステリーの原因に抑圧された性欲などというものを考えました。それは自分自身の性欲が抑えるのが難しいほど強いもんだというふうに意識していて、放っておけば自分もヒステリーになるかもしれない、なりかねない、そういうところまでそれほど強いんだということを告白するようなものだったわけですね。そして自分にヒステリーが起きなかったのは、それを一生懸命克服して、まあ彼は消化というんですけれど、研究に一生懸命打ち込むことで、そのエネルギーを研究の方に打ち込むことで必死になって性欲を抑えていたんだと告白したのと同じなんです。またエディプスコンプレックス、コンプレックスというのは難しい言葉で、分かりにくいかもしれませんけれど、母への愛情と父親殺しの意思、エディプスコンプレックスというのはそういうものの、そういう感情と意思のこんぐらがりみたいなものだと思えばいいでしょうね。そういう意見を発表した時のことですけれど、これは自分の心の中にも父親殺しの欲望があったということを認めたことでもあります。つまり自分は自分の親父を殺したいと思うほど憎んだこともあるんだよということを白状したようなもんですね。そうした反動的な傾向が自分にもあったって告白することは、決して優しいことではなかったと思うんです。それはもう告白なんていうより、犯さなかった犯罪の自白といった方がいいかもしれません。しかもそれを偽善的な道徳主義が極端なほど世の中を覆っていた時代があったんですよ。ビクトリア時代という時代ですね。ヨーロッパにそういう時代があったんですけれど、その時代であえてしたんですから、彼には本当に勇気があったと思
しかし、まあフロイトを褒めているばかりではいけないでしょうね。心医者はフロイトに倣って自分を裸にし、やっぱり偽善と戦う勇気を持たねばなりません。戦うといっても、まあ宣戦布告して戦うのとちょっと違いますが、まあ一種の戦いだと思っていいでしょう。世の中の偽善者たちの視線に屈服しないために戦うんですね。まあそういう意味で嘘ではありませんが、虚偽偽善というもの、そういうものを私たちははっきりと言う必要があります。例えば私が精神科の医者をして始めた頃にあったチャタレー夫人の恋人を訳した伊藤正が裁かれた事件です。伊藤正と出版した小山書店の社長が猥褻トガ頒布などという変な名前の、恐ろしい変な名前の罪名で有罪とされてしまったんですね。今考えてみれば嘘かと思うんじゃないでしょうか。今はあの小説は堂々と出版されています。有罪にした方が、どちらかというと有罪にした裁判官や検察官の方が偽善者だったと言わざるを得ないですね。まああの時はあれで仕方なかったということになっていますけれど、その後の日本の変化とともにヒステリーという病気が消えてしまった。まあそういうことを考えると、あのことを私などは偽善として、もうちょっと私たち心医者が主張すべきではなかったかなと、ちょっと後悔するところもあります。ただしこの偽善と戦う勇気は、治療の場では、まあ、患者さんの病気からの回復が得られる、あるいは患者さんの病気の予防になるということで報われます。その時は難しいかもしれませんけれど、決して孤独な戦いではありません。こうして自分を読みながら、患者さんが成長したなぁと感じる時、同時に自分の成長を発見することになります。まあ性の問題ばかりがタブーではないんですね。まあ世の中のその偽善というのは結構表立って触れるということは、まあ、犯罪を進めるような気分になりますし、そう見られることもありますから、なかなかできないことでもあります。またこういうことがありました。自分が天皇だと称する患者さんがいました。まあこの人を一応 A さんと呼んでおきます。 A さんを初めて見た時には、僕はまだ精神科医であり心医者の自覚が全然なかったという時代でした。自分ではなかなか頭の働きのいい医者だと思っていましたけれども、彼を診察し始めてすぐの頃は天皇だって言われると、あ、この人はきっと古代妄想だな、古代妄想の原因になる病気は何だ、梅毒か、血液の検査で梅毒の反応は出ていなかったか、あるいは老年性脂肪、現在の、まあ、認知症ですけれど、それではないかな、この患者の年齢は、あ、考えてみたらまだそんなボケるような年齢ではないな、それに発病はだいぶ前らしい、となると妄想型の精神分裂病、まあ、現在の統合失調症、あ、そういうものかななんて頭の中で推理した末に、まあ、断定したんです。統合失調症ならこの薬がいいだろう、そこですぐに診察を終えてしまったんですね。はい、この薬でも飲んでいてください、じゃあ次の人、ずっと言ってました。何かこの人の話をよく聞いてあげる
ような気持ちになれないでいたんです。なんかこの患者さんに診察から早く出て行ってもらいたいような、そんな気分になっちゃったんですね。もちろん患者さんはもっと話していたかった。でもこっちは診断するのが目的で話を聞いているつもりですから、それにはもう十分に、話を聞いたという気になったんでしょう。しばらくしてから偶然もっと深くこの人の話を聞く機会がありました。彼には病院の職員にボーナスをくれるというおかしな症状がありました。行動としての症状です。紙切れに数字を書いて黙って僕たちのポケットに入れてくれるんです。そんなことをするのは彼以外にはいません。僕が彼からもらったのは5万と書いた紙切れでした。なんだよこれってつぶやきながら数字の書かれた紙切れを見つめている僕に、 A さんからのボーナスですよと後ろ姿を指さしながら僕に教えてくれたのは若い看護婦さんでした。今は看護師さんと呼ぶようになりましたが、昔の話なので当時の呼び名で看護婦さんでした。君ももらったと彼女に聞くと、30万円もらいましたよと嬉しそうな声で答えます。僕は憤慨したんですね。なんかその時患者さんに侮辱されたような気がしたんですね。大学を出て医学博士の医者の僕のボーナスが5万で、若い学校出たての経験未熟な18歳の看護師さんに30万、それはないよ、おかしいよ、僕がつぶやいていると、その看護師さんは笑いながら言いました。本人に聞いてごらんなさいよ、それが一番近道ですよ先生。まあ、そう言われればそれが最もなことです。で、僕は彼に聞いてみることにしました。なぜ僕に5万であの若い看護婦さんに30万もやるんですか。自称天皇は礼儀正しい口調で答えました。まあもちろん僕も怒られたらいけないと思って礼儀正しい口調で質問したんですけれど、するとあれは私の気持ちで病院が出すボーナスとは関係ありません。ところで先生は私に何をしてくださいましたか。病院では治療が一番大切な仕事なんですって私は答えます。あなたを診断してお薬を出してあげているでしょ。あのお薬、あれいくらだと思いますか。あれはとっても高い薬ですよ。僕が処方を書かねばその薬をあなたは飲むことができないんですよ。ちょっと恩着せがましいかなと自分でも思いました。でも彼に高い薬だって強調したんですね。ああ、それでありがたがあるかと思ったんです。彼は静かに答えます。でもあの薬は高いだろうが、私が飲みたいと思って飲んでるもんじゃありませんよ。看護師さんが無理やり飲ませるんです。飲みたくないと言うと鼻つまんで口開けるとポイッと放り込むんです。できたらやめてもらいたいくらいなんです。それにあの薬は本当に効いてるんですか。僕はゆっくりうなずきました。聞いてますよ。世界でも効き目の認められた有名な薬なんです。でも私には効いてないんじゃないですか。どうしてですか。効いてたらもうとっくに退院になってるんじゃないですか。そう言われて思わず私はうーんとなってしまいました。そして理解したんです。薬が効いているということは確かですが、それは彼を扱いやすい患者にしたという意味で聞いていたんです。それ以前の彼と比べて管理しやすい患者になっていた。その点ではとても聞いていました。非常に聞いていました。しかし薬は飲むと眠くなったりだるくなったりします。患者さんには不愉快な副作用のある薬です。だから拒否する人もたくさんいる。それを看護師さんに命じて無理に服薬させていたんですね。じゃああの30万あげた看護師さんはあんたに一体何をしてくれたの。僕は聞かざるを得ません。あの人は年にしてはよくできた人ですよ。
私が風邪をひいて頭が痛くてひどく苦しんでいたら、額に手を当てて検温して、わあわあすごい熱、頭も痛いでしょうと標準を作ってきてくれた、氷枕作ってきてくれたんですね。これが甚だ気持ちが良かった、とっても楽になった。そして食堂に行かなくてもいいからと言ってベッドまで食事を運んできてくれた。その食事を見て、それからおかずもご飯も硬そう、熱がある時だからもう少し柔らかく煮てあった方がいいかなと煮てきてくれました。どちらに30万やりたいと思いますか、やりたくなると思いますか。彼はそう答えました。僕は自分は患者さんに正しくは診断したが、患者さんの気持ちを全然理解してあげられてこなかったということを悟りました。そんな自分が医者として社会的に合格していても、なんか人格的には大いに未熟であったことを認めざるを得なかったですね。そして自分の立場からしか考えられない人間よりも、人の立場に立って考えられる人間の方が好ましい人格であるなということを、それを認めました。それは明白なことです。それをより大人になったというのですが、僕はその時まであまり大人になっていなかったということです。医療はチームの仕事であり、そして医者とか看護師とかは仕事上の役割の違いだと考えられる人と、医者は偉いんだ、地位の上で上で、看護師はその命令を受けて仕事をする地位の下の人だとしか考えられない人と比べれば、まあ前者の方がチームの仕事だと考えられるようになった人の方が大人だと言えるでしょう。いつまでも俺は医者だと威張っている人の方がまだ大人でないと言えるでしょう。しかし僕は彼にボーナスで示されるまでそのことに気がつかなかったんですね。自分のことっていうのはなかなか知らないものでしょう。自分がそういうふうにまだ大人でなっていないということは意外と気がついていないじゃないですか。未熟な人格の心医者と、もう少し大人になった心医者とどちらがいいか、それは答えを聞くまでもないでしょう。この患者さんから見れば、それまでの僕はどれだけ尊大な、医者は偉いんだと胸を張ってそっくり返った滑稽な人間に見えた、そう思わずにはいられませんでしたね。そんなふうに患者さんの心を読んでいるうちに、いつの間にか自分の心を読んでしまっている、それが自分の心の成長に役立てられるというわけです。今自分を見つめると、自分が5万しかもらわなかったことに憤慨した過去の自分がおかしいですね。そもそも紙に書かれた数字なんです。それで何かが変えるというものでもないんです。でも若い学校出たての看護師さんに数字の上で負けたような気がして悔しかったですね。学校ってところはどういうところでしょう。そういう数字などを信ずるところじゃないですか。先生も生徒もその数字を信じて、その競争心を利用して点数をつけて勉強に駆り立てるシステムなんですね。点数という数字、数字はそれ自体には意味がないが、競争に駆り立てる点で意味を持っているんです。そしてその点数をたくさん取った人間が社会の上位を占めるのが学歴社会です。僕はそういう価値観しか作らなかった、彼のおかげか しか知らなかったんですね。学校を出て彼のおかげで他にもたくさんの価値があることを、まあ彼のおかげで知ったんです。その方が世界や人生を奥深く見ることができますよね。そして価値観の違う人間に対しても治療者としても寛容になれます。こうした人間が増えれば社会のストレスが減っていくでしょう。病気も減っていくでしょう。ですから医療とも無関係ではありません。そうですよ、人間には大人になることには人間の成長という段階を一つ上がるような
ものなんですね。で、振り返ってみると、成長してみると人生の見通しというか見晴らしが良くなってきているんですね。前の自分の若さが過去のものとして見下ろせてよく見えるんです。 B さんは父親に叱られて、なんかおどおどして神経質になって、そして父親に強い反感を持っていました。で、僕はその頃自分の父親に反感など持っていませんでしたが、自分の父親の学歴のなさにを少しばかり恥に思っていました。その無学歴の父親が学歴差別に苦しんだので、子供たちには絶対に大学まで行かせてやるのだと頑張ったおかげで、僕は大学を出られて医者になられたのですから恩知らずです。でも父親が日常の会話で無学ぶりを発揮してしまうと、教養のある父親を持った友達が羨ましくなったもんです。そんなある日、大掃除の日に家宝と書かれたなんか変な箱を見つけたんですね。で、開けようとしたら父親が慌ててその箱を私の手から奪って持っていったんです。私は何に入ってるのか興味を持ちまして、そーっとその箱を後で見てみたんですね。そしたらそれは古びた古びた継ぎはぎだらけのオーバーだったんですね。私の父親は、私が父親に対して生意気なことを言ったら、ある日そんな生意気なことを言うような時があったら、俺がこんなに苦労して金を貯めて、そしてお前を学費を貯めてお前に学校を出させてやったんだぞって言ってやろうと思っていたんだと思うんですね。それでそれを家宝だなんて箱の上に書いてしまっておいたんでしょう。しかし戦争が終わってみたら、私たちはみんなボロボロの洋服を着るようになってしまって、その家宝のボロボロの服がさほどみすぼらしく見えなくなっちゃったんですね。むしろ昔の品物はいいねなんて皮肉を言われるようなものになっていたんですね。ところで、私はそんなことをその東大での父親というものにうーんとコンプレックスを感じて、私と同じように私学を出た大学でだったんですけれど、そして家族から全体にお前だけが私学よ、みんな東大よなんて言われていじけていた患者さんを見ながら、その人がだんだんとその父親を克服していくことを、そういう姿を見ていったんです。で、私は自分自身のその話を、まあ彼に話をしてみたこともあります。すると彼は、私の父親は、父親も母親もみんな東大、父親の売りは東大でということだったんですね。そして大会社の窓際族、それで父親は自分の息子に対して不満をぶつけていた。自分の人生の不満を彼にぶつけていた。そういうことが彼に分かってきたんです。そうすると彼は、彼の反感というのはだんだん収まっていって、そしてむしろ父親に同情できるような、そういう口ぶりで話せるようになったんです。私自身も、なんていうのか、彼のその克服、エジプスコンプレックスなどという難しい言葉で呼んでいたんですけども、そういう父親とのコンプレックスを克服する姿を見ながら、自分が、そう、結構俺もそういうコンプレックスを持っていたんだよな、それで
親を恥ずかしがっていたんだよな。何しろ私の父親は英語を東京トゥデイだなんていう、東京トゥデイという英語を読みながら東京東大なんて読んでいたんですね。でそれをお父さん、人の前ではその英語を発音しないでねなんて親父に言って、そして親父は本当はなんて発音するんだ、東京トゥデイって言うんだよなんて言うと、父親がまた少し恥ずかしがって、そしてまあ俺は学問がないことを十分に知っているからお前たちに学問をつけさせてやったんではないかなんて、まあ、言い訳をしていました。しかしその時に私は結構父親を傷つけていたんだなということも分かったんですね。自分自身はやっぱりそのおかげで大学出られたんだから本当にありがたいんだよなって言ってあげられればよかったんですけれど、そういうことには、そういうことは照れくさくて私の父親に死ぬまで言ってあげることはできなかったです。ところがその患者さんを見ていたら、患者さんはだんだんと父親に余裕が持てるようになっていったんですね。どんな風にかと言いますと、親父、もう親父に怒られてる時ですね。悪い、まあ親父に怒るのは当たり前だ、まあ私が知恵をつけたでもあるんですよ親父に怒られたらまず最初に謝ってしまえ、親父に怒られた時に口答えするとかえってダメだから、うんと謝ってしまえ、そう言って口答えしたんです。口答えしないように進めたんですけれど、そうすると彼は、親父ごめんごめん、血圧が上がったんじゃない、息切れしてるよ、怒らせてしまってごめん、俺悪い息子だな、そんなセリフも言えるようになったんです。もちろん父親に叱られるのではないかとビクビクばかりしていることもなくなりました。まあ自分の心を読むのは誰にとっても人生の一部になっているということができます。まあ今日はこれで話を終わります。第5回